遅れてきてますね。はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、水木奈々さんのカッティングシートを後ろに貼ってるんですけど、それがめくれてきてる箇所もあるので、今回新しく作り直そうかと思います。もともとですね、間違って黒色で作ってたので、黒以外でちょっと作ろうかなと思います。エルカチャンネル。さ、カットしましたので、今から余分なところを外していきたいと思います。名前のところはできました。あと周りだけですね。はい、完成しました。そしたらこれを貼っていきたいと思います。エルカチャンネル。雨だ、やめよう。次の日。さて、それでは貼っていくんですけど、あら、雨が降ってきた。今まで止んでたのに。そう、せっかく貼ろうと思ったのにな。じゃあとりあえず今まで貼ってた分だけサクッと剥がしていきたいと思います。結構簡単に剥がれるはず。やべ、雨が勢い良くなってきたぞ。以前のは取れてしまったので、後日脱脂をしてからですね、ここに貼り直ししたいと思います。エルカチャンネル。1時間後。今回使用するのはこちらの白い方ですね。前回の黒に比べてはっきりわかるんじゃないかなと思います。こっちのエルカチャンネルとかみたいにですね。場所は同じところでいきます。
だいたいそうですね、また雨が降ってくる前に終わりたいですね。大丈夫かな。あー、また降ってきそうですね。急げ急げ。あー、やっぱりついてない。いい感じかな。あー、ちょっと空気が入ってた。しまった。ちょっとですね、ここわかるかな、空気が入ったんですけど、このくらいならまあいいかなと思います。エルカチャンネル、はい、どうだったでしょうか。少しは変わったかなと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。